しようぜ。さあ、始まりました。新企画、トークしようぜです。トークワールド、ジトークからの流れの。トークしようぜ。なるほど。ああ、いいでしょうね。トークしようぜ。はい。トークしようぜ。バイト、全くできなかった。しょが。お勧めするバイトということで。おお、なるほどね。 あ,あんまりその角度聞いたことないよねあはいはいあ,<の>あだ、えっとな何がダメなんだったの？五万とあるんだけど、うん、まあとりあえずやばいのは、うん、あの別宅の会見を別宅に出しちゃうって癖があったのよあミスとかじゃなくて癖なはそのよっていう基本的に俺みたいな人間って、うん、あのフロアに出ちゃダメなのよ あの,ーあのね、キッチンで終わらしとかなちゃいけない人間なのだから人と接さない<う>食材とだけ向き合う,う向き合うっていう状態を <laughs> 作らないと店長ないしは、えー、とシフトリーダーが作ってあげるっていう状況になった世界がいいなと思ってたんだけど例えばビールを運ぶ居酒屋でビールを運ぶ、うんうん、最中に「すいません」って言われたらもう飛ぶのよビール飛んでることがあーもうビールをなあれビールなんだっけでどこに出すんだっけってなるのよ だから、同時に二つのことができない。できない。だと計算がちょっと無理。無理。もうお釣りもすっごい額払っちゃったりもしたし。四万八千円の会計を。めちゃくちゃのうっくしてんなあのう、ー、常連さんの。一杯しか飲んでないわ。<laughs> お客さんに出しちゃって。だから、べったく出しちゃうってことね。そう、だから。<laughs> なるほど。もう。あの、もうむちゃくちゃでした。なんで。そんな人間。だし、うん、ないし、俺。 にさらに入ってきてるのが、うん、社交性がないっていうところも入ってきてるのよあだからバイト仲間と,とバイト仲間と楽しくトークができないのよじゃあ休憩で2人一緒になった時にちょっと10分しゃべるっていあの休憩中に えっと高校生の時に休憩中にバイトのね休憩中にジョナさんですよあー出たで休憩中にあの1校の先輩が同じタイミングで休憩入ったはははいいいでっまあよくあることよねよくあるのそれがね気まずくて <うん S 2> でずっと何かしゃべろうかなどうしようかなうわどうしようかなううううかな,なんかきっかけの会話ないかなと思ったら先輩からショコ君「翔子くんあーめっちゃ優しいじゃんよくな。何それ?」って言われてえ「えっ何それ?」って言われたのショコ君ずっとあ って言ってるよ <laughs> <laughs> あだからもうその悩みすぎて逆にその先輩もよく話しかけてくれたねその「<laughs> えごめんなさい!」って、まあ、それで仲良くなったのよあえ 「あ」が,がきっかけで「しょうこくんって面白いんだ」ってなったのよ。あーちょっと変わった子なんだってっその人に教えてもらった技っていうのがその人めちゃくちゃ大食いなんだけどバーッて食うじゃん食った後にすぐ胃袋に入れるために。 方法教えてててあげるって言われて <laughs> 食ったら思いっきり飛ぶのこうやってバッ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 ってでここに胃に垂らすんだよって言ってくれて何を教わってんのそのコミュニケーションのことを教わったわけじゃないんだあとバイトとかそういっぱい食べる方法を教わったんだ <laughs> そう,そう日常会話できないからそういう変則的なもう投げる球投げる全部ナックルみたいな会話しかできない俺たちだシンカーとか <laughs> ストレートが投げれないから俺もう会話でお相撲さんの休憩時間におさんずいっぱい食べる方法を聞くって<笑><笑> <laughs> であとなんか好きな AV んですかとか<ー>そういうもう、まあ、それで 男っぽい話だよねだかそういう変則的な会話しかできないみたいな、うん、まあまあまあだからそういうねいろんなところで働いた経験を踏まえてこれが一番合うんじゃないか一番合うんじゃないかっていうちょっと苦手な方じゃあコミュニケーションがちょっと苦手な方であったりあとまあ経営さんが苦手だったりとか同時にこう考えることが無理だったり,とかだっ,たりっていういろんな条件が揃ったやつにおすすめするバイト、はい、まず一つ目、はい、えどれからい買かなやっぱね、まあ、さっきも言った通りキッチンです

外から出しちゃダメなやつらだからそんなやつ採用しねえだろまず <laughs> これがするのよそんなやつまず採用しないってこれがねたまにあんのよ本当にヤバい時3月5月になったら新入生入ってくるけど3月って大学4年生がごそっとやめる時期だからごそっと抜けて時期とかは結構採用されちゃうよ確かにねたまにいんのよ、うん あのめちゃくちゃ俺もね、うん、みんなで仲いい居酒屋に勤めてた,たんだけどん,、うん、んでこの人はここに勤めてんだろう <laughs> こんなに暗いのにって人いたほぼほぼの居酒屋、えー、ないしはピザ屋まあ、うん、僕はピザ屋も働いてたんですけどコナね,粉ね、えー、500円ピザの。うん ああのー、暗記すすりゃけるんですあーだからもう覚えちゃえばその作業をするだけっていうするだけでいいあとは速さを求めるだけ、うん、でこういう人間って速くなるのめちゃくちゃ速いからでもさ俺そのー俺キッチンもやったことあるから分かるけど、うん、そのキッチンって同時並行でやらなきゃいけないこといっぱいあるじゃん、うん、だからここのピザ作ってたらこっちのピザも作んなきゃダメだしここのなんか前菜もやんなきゃダメだしみたいなそれがねキッチンって食材だから喋んないじゃんうん、うん それがあるのよ人になると急に怖くなるから人と喋るってなったら全部飛んじゃうってことそう暗記して人と喋る時ってその人の声とかも暗記しないじゃん別にうん、うん、まあ何か音として入ってくるかで,でこのタイミングで声かけられるなんて分かんないじゃん、うん、でも料理っていうのはこれ作ってる間にこれしようこれ作ったらこれしようっていうのが全部自分の暗記の中で収まるのよああだから構成を自分の頭の中で作れるわけだ俺はだから粉とかはもう一日で全ピザの種類を覚えた まあ、これさえ覚えとけあ俺はもう大丈夫だって、うん、でそれでキッチンのほぼほぼリーダーみたいになってそれは完璧に覚えてるわけ完璧に覚えてるのああだからそこが違うわ暗記力はいいのよこういう人間ってだから真逆だわ俺そのホールともやってキッチンもやるけどキッチンなんとなくだもんその料理が入ってほ欲しくない <laughs> 邪魔そういうやつ邪魔だからピザ作る時ときとあとサラダってのがあって とサラダの、ね、前菜メインのやつもう俺二人で一人でやれるからお前入ってくんなってし何回もあったで特に高校生ジョナサンなんかでいうと、うん、もう高校生に、ま、任されるタスクって少ないから、うん、あとはもういかに自分の中でできる最大限のパフォーマンスをするだけなのっていう日があってねあらなんかいい物語が四 <laughs> 月の4月の物語入学,入学式だよ、うん 学校の近くだったから入学式終わりの父兄たちがこうれ,れて、うん、バコ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 バカバコカバ,カバ,カバコーンってきたのよめちゃくちゃハマったね <laughs> って全部消えそうアホみたいに頼むのよはあしかもちょうどもうみんな終わってちょうど同じタイミングで来るから、ね、来るからその時に一人のバイトがバックリやがって出たやばジョナサンハンバーグ、えー、でそしてそのフライヤー、うんうん フラライヤーはまあピザも担当するんだけどああサダがあって俺はハンバーグはもう店長がやってくれたんだけど、うん、俺はそのフライヤーサラダそして鍋類全部一人でやったの普通はそれみんな割ってやるってことでしょあと二人一人は必要なんだけど、うんうん、俺はそれ全部できた自分で暗記すればいけるっていうものは暗記すればいいバイトの中でのアドリブが苦手ってことだよねそう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 まさにそうなのよこれでもう一個大事なのが、うん、バイトガチャってのがあるから このようにはバイトガチャって俺キッチン実はとある蕎麦屋さんで働いてたことがあって、うん、うどん屋さんなんだけどバイトガチャ失敗して、うん、俺のことを受け入れてくれて程よい距離感で持ってくれるバイト先のキッチンでは力発揮するんだけど、うんはい、明らかにか雰囲気違えなっていうバイト先のキッチンは俺全部失敗してんの。いと怖か その店長があと当たりまあ当たり強い怖いあとそのバイトの大学生の雰囲気がもうノリがうに合わない「臭い」「けたくさない」って言うじゃないですかいや臭くはないけどいや臭いってなんだよお前いや俺一回そのなんかバイト先バイトに入る時にライングループがちょっとラインの時期でライングループが入るしたみたいなで翔吾君も入って「分かりました入った」って言ってバーッて入ってその時がバイト先の飲み会だったのそいつらのでいいじゃん行ってみんなで飲みゃいいじゃん なんだこれと思ったのが正直に、うん、もう芸人やる直前が一番尖っは,はいはい、はい、その時にポーンって送られてきた動画がね、うん、若い大学生20そこらの女,、うん、女の大学生がおむっき酒バーって飲んで「ウあーってやって「私なんとかでなんとかです今から2軒目行きまーす」 さあ動画が流れてる瞬間にあ,<ー>あもうこれ完全にバイトガチャ失敗だなと思ったいやいやいやそうそういうもんじゃんバイトのラインに流れてくる動画ってそういうもんじゃんかでこれでやべえなこれ多分こ,この感じで店長もやべえぞと思ったの、うん、で行ってみたら、うん、1>, 1日目だよ初日に俺その排水口のゲロみたいな、うんうん、あるねこの排水口のね掃除ね、うん、あれさせられたんだよ俺 いやいや <laughs> いやあるいや一発目だぜじゃあ今日も今日からよろしくお願いします柴田ですお願いしますって言ってじゃあここ掃除しておいた <laughs> こいつマジかと思ったのね。ゲロ <laughs> これ掃除させられると思って初日ってことうん初日でまだ何もわからない状態でそれをずっと永遠にだぜで 4時間しか入れてなかった最初だから 2>, うん、うん、で2時間ぐらいやって、うん、1>, で1時間皿洗い、うん、1>, で1時間ようやくなんか料理覚えられる時間があってみたいなうん、うん、でなんだこれと思って店長に気になりようと思ってあちょっと歩み寄ろうと思、うん、もうここ行こうと思って今日の僕の働きどうでしたか、うん、って言ったらあなんか知らねえよ知ら,知らねえよで店長取ったんだよ知らねえよいい,いいよもういいよもう帰っていいよ それでもそこからもそのバイトはもう行かなかったあだからまあそのこういうそのちょっと暗めのタイプに強い当たりの店長っているもんねたまにそう,そう,そうやめてくれよって居酒屋はそのタイプ多い気がするキッチンの人とかも怖いし俺は絶対にキッチンで上になったら厳しくしたことは一回もないのはいはいはい、はい、ベースできない人間だから優しくしようと思うのこれはそういう人間なのよちょっとクデッみたいなこと言っちゃったんだけど <laughs> これは,はそういうことキッチンは 本当にバイトガチャ失敗しなだからキッチンそういうことねキッチン全部のキッチンがいいってわけじゃないバイトガチャがあるから居酒屋じゃない方がいいんじゃないそうだねファミレスかなそれでも無理なんですっていう人におすすめなのが自販機のペットボトルを補充する人を見てる人ってこれ伝説のバイトなんだよレジェンドってたやってたというのコンビ組んでる時にやってたやってたね そんんな仕事がこの世にあるんだっていうでもさあの時の俺さ考えてなかったいやあのその一番精神状態は良かったかもしれない、ね、そうストレスが全くなかったのよ、うん、でか理由を聞いてあ確かに必要だなって思ったそれはそれはやっぱりその、うん、自分みたいな人間だから仕事ができないとかあるけど、うん、ペットボトルに補充する人を見てるだけでいいうん、うん、まあ要はそのなんていうの車に乗ってればいいあやるんだそれもペットボトルの数がちゃんと親切に書いてくれてんのよ アクリリアス2って言ったら<ー>ダンボールにあるアクエリアス2本をこの青いカぶにペッペッて入れるだけ考える必要がないんだ全くないで、うん、たまにへこむんじゃったりするじゃんトラックだからこうベコベコってそしたらこう飲んでいいよって飲めるのよあもらえるんだそういう素晴らしさもあるでぶっちゃけ本当にもうあのー、当たりのドライバーがいたら、うん、めっちゃ仲良くしゃべるしそこよあのー のドライバーさんの時めっちゃきつくないずーっと二人でいるわけでしょ一回だけいた一回だけいたそれどんな、どう,どういうやつえっちょっと待ってその勝負そのウェイも嫌いだししゃべんないのも嫌いなのあのね俺みたいなやつだ <laughs> いやいいじゃんじゃああの、あのー、共感できるじゃんいろいろでもその俺そ,そいつのもうなんか好きじゃなくて髪型とかも全部 <laughs> いやそれはお前がもう嫌いなだけじゃんその人のことめっちゃ腹立つよバーッてやってペットボトルの補充遅いよ遅いからもっと早くしてって言ってくらいんだけど一人でボッ,ソッボッソ俺の悪口言うんだよああだな遅い遅いよあ 陰気なタイプだそう、もっとさ前のさおじさんはさ早くやってたんだけどなカチカチカチ気分悪いと思って俺 <laughs> 気分をこいつなんだこいつと思って俺はもうすぐ電話したあの人とできないですあ、そういう言う権利はあるんだあるこっち側に本当にそういうの多いんだってやっぱりああいうのってまあだってずっとさすがにずーっといるからだから俺はもう言ったそういう人いるからそれは電話すりゃいいどこが求人してんの 聞いたことないカタカナの会社だフレディアックスよくわかんないなんだこれえそれはさローソリアみたいな派遣ってこと派遣あ<ー>偶然流れこれ時給ですよまあ時給どう思いますか安いと思うでしょいや安い気がするだってずーっと思ってるだ下手したらさ寝ててもいいんじゃないのって思っちゃうその。あのあペットボトル補充していってる間ビルとかだとさエレベーター待ったりするじゃん、うん、平気で一時間来なかったりするんだ駐車場に待たされて一時間寝てたもんこ ほら,だから、だからその当時とその最低賃金が900とかその辺か1000円いってないぐらいじゃないだから千 900, 900、まあ、ちょっとに積もって920円1000円以上ですマジ俺はちょっと時給があって1100円になりました、うん、それ1日何時間ぐらいするの ?8 時間ですあ8000円です結構やるんだねで休憩時間はだほぼほぼ休憩時間だから好きなタイミングで飯食っているそうよねうん 働いてる時間なんて別にないよ。ないわけではあー、まあ、だから人と接したくないって人はいいかもねこれをだいぶおすすめあともう一個、時間を思いっきり長く感じていいんだったら、うん、派遣のお菓子のシール貼り内職的なやつこれね、地獄だぜうわ俺それやったことないこれまずね、よくわかんないこれ何の施設っていうような施設に行かされて パーって入って明るいんだけど暗いんだよね <laughs> これね絶妙な表現なのこれ、ね、電気ついてるんだけど暗いんだよねなんだ<の>これ木とかも関係あるのかもね多分,<の>多分あるんだと思うよ絶対そうだと思うよ、うん、木なんで多分それもうなんだこれ <laughs> そんな奴らばっかが集まってるわけよ<う>要<は>でなぜかちょちょっと長めの階段登って <laughs> それはお前が言ったところによるっとち,ちょっと長いんだよあね長いんだよ なんか長い。これは気なのかあ。これはじゃあもう行ったことあるしならわかるんだなんか長えぞみたいな階段登って、うん、入り口の狭いドア入って何この狭さみたいなの持ってバーって開いたらあんなんもするのそのよく工場とかで見るさ何かそれもする時もあるああ<ー>俺知る範だったからそんなのはなかったんだけど AI みたいなしゃべりの人が <laughs> <laughs> あでもそれはねたまにいろんな やつにいるよね。必要最低限の単語以外は喋りませんみたいな。人がばーって<笑><笑>文字で頭に入ってるでしょそ, <う S 1> その説明文がて。でなんか聞き返せない雰囲気があって。はいわかりました。つってこまあ要は簡単に言うとこの箱にの箱ってやここにペッて貼ればいいからっていうことなんでけど貼る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 これ八時間。途中休憩三十分か一時間。<ー>これがマジで。 4万年ぐらい感じるときの万年 <laughs> くっそ長いんだ最初の2時間まだいいんだ1時間あ一1分でいいわ 1>,、うん、1分何針ぐらいするのそれはえっとねそんなよねいや,いやでも これ,、ね、れは流れてくるの流れてくるやつに貼ってくるのじゃあう箱があんのそこに取り出して貼って貼って貼って納品して,てだから自分で動かしてるんですよそうそれ,あそれはきついな4万年ずっと貼って貼って貼ってだったらまだいいけど4万年っやっと終わったと思ったらまだ4時間だか<ー>これ休憩にも行ってねえぞみたいな空間がいいのであれば 人との会話はもう遮断できるし無になってこれで8,000円もらえるんだって思ったら時間の使い方はあれだけど、うん、だいぶ楽というかまあだからちょっとお金欲しいなって時はいいかも、ね、ちょっとお金欲しいなって金はいいい <laughs> あそうなんだ、うん、がっつり欲しいなってやつが目バッキバキしていくんだあそこ<笑><笑>ちょっとした心で言ったらもう終わりよ 持たないか持たない持たないかあ,<ー>あと一番ほんとのマジなな短くなるけど、うん、あのこれは俺が一回経験して思った、うん、すっごい下のライブまだこれから登竜門的な芸人のライブの照明ああやってるし余裕ね、うん、これはすごくいいっなんで漫才が最近こ昨今多いからうん、うん、上げ下げだけでいいの違う違じゃじゃじゃう違 その勉強できるとかじゃ違う違う音響はスイッチ押して2番を押して、えー、トラックにこの曲流すとかあるけど、うんうん、照明はもうこれだけでいいいやいや別にあのライブのやつもその照明発注はしないもんその照明と音響セットでやんなきゃダメだから <laughs> 人で足りてなさすぎて俺照明やってたじゃん<さ>あれ楽だったなーと思って今も返すとね いやちょっとすごいないそういうバイトこういうバイトもいっぱいありますから<ー>、うん、ちょっとそのバイトできない人はおすすめかなあの皆さんあのどんなバイトをされてるでしょうかそうね私のおすすめはまあ普通に居酒屋で働くことでいいと思います居酒屋の女性がバイト上がるときにたけるは「お疲れ」って言ってあとはポンポンしました <laughs> そんな私でサービました チャンネル登録よろしくねおいビーブラーダムライ侍か